い、レオンチャンネルです。バックルシミュレーターにコマンドツインバックルも追加されたということで遊んでいきましょう。で、これスマホの画面で、これまではパソコン画面で紹介しておりましたが、こっちの方がめっちゃ遊びやすいんですよ。コマンドツインバックルを選択するじゃん。で、装着どっちにしますかで変身すると、はい、まずはレイジングフォームで、これはこれでかっこいいですよね。なんかエントリーがこういうエントリー的な姿でこういう風にパワーアップするとは。で、レイジングソードの解説、撃破すればエネルギーチャージされてコマンドフォームの変身が可能になると。で、ツインセットっていうボタンもあって、これボタン押すと、はい、ジェットモード、ごついね。これまでの技術系のどのライダーとも似てない新たなメカメカしいのが来たし、で、リボルブオンのボタンを押せば、はい、このようにキャノンモードで切り替わると。武器としては、どっちもレイジングソードを使いますよと。個人的にはジェットモードのヒロイックな見た目好きだけど、初変身のキャノンモードのド派手な感じもすごい良かったんで、これどっちもいいっすよね。リボルブオンで、このように上下のアーマーの色が変わって、さらに一部デザインが変更になると。この羽からキャノンね。じゃあバックルを選ぶ。で、じゃあさ、あれよ、フィーバースロットも追加されたわけだけど、これね、向かって左側、要は右手側のバックルにしか、あのベルト側にしかはまらなくって、で、反対側、例えば反対側を、戦国ドライバーバックルをセットするぜってなると、ダメなんですよ。選択中のバックルは、フィーバーバックルと一緒に装着できません。装着するためにはフィーバーバックルを取り外してもよろしいでしょうか。で、要は、いわゆるデカバックル系をこっちにはめるしかないと。ただそうすると、オーフィーバーで、このように、金のパーツが入って、上下ブーストになると。これ面白いね。ちゃんと劇中準拠で遊べるようになってるわけですよ。で、マグナムにして、こうすると。で、フィーバーで、マグナム、要はマグナムマグナムですよね。この見た目好きかな、ヒロイックで。で、金のマフラーはフィーバー専用のカラーリングですね。で、こういう金のパーツがフィーバー系は、どのライダーも入ります。なので、これを、要は左側に装着しようと思うとダメなんですよね。できないんですよね。右手側にフィーバー固定になってると。他のデカバックル系、じゃあビートをこうすればフィーバーでビートビートフォーム、フィーバービートで上下ビートはド派手だな。さらにモンスターを装着して、はい、変身でモンスターで、これほんとド派手だよね。やっぱカラーリング的にナーゴと合いそうな気もしますけども、パンクジャックのイメージの方が強いですね。で、装着で忍者忍者のかっこええ、フィーバー忍者だったり。なので放送前はデカバックル系が上下別々のものが発売するかと思いきや、基本1ライダーにデカバックル1個みたいな、そういう流れでしたね。ただフィーバーの存在のおかげでデカバックルが1個でもこのように上下デカバックル状態の仮面ライダーが完成すると。でもどうだろうな、バランスが一番いいのはマグナムマグナムかブーストブーストか忍者忍者あたりが、僕はうん、この辺がバランスがいいと思います。あとブーストバックルってもうあんまり見なくなったね。おー、でもかっこいいわ。ほんとバックルが毎回使うの違うんで。ちなみにコマンドツインバックルをこっち側に装着して変身してもちゃんとレイジングフォームになりますから、この辺はリボルブオンしても特に変わんないと。で、音劇庫火炎鼓の響きのバックルも追加されておりますので装着すると、あー、なるほど。響きなのに顔があるみたいな。副眼、お面部分がしっかりデザインがあって、ただ顎周りが響きっぽくって、あ、胸のね、造形がイラストとして表現されてるんだ。で、ちょっと肩アーマーがマジョーラ的な感じで、グラデになってると。へー、面白い。で、
で音劇ボレッカーの解説もありつつ、リボルブオンをすることでだいぶそうなるとさっぱりしますよね。やっぱスマホの方が遊びやすいな、このページ。はい、装着でこっち取り外して、はい、ブレイド、あーでもあんまりブレイド感ないね、珍しい。結構レジェンドバックルって変身するとレジェンド感出るんだけど、あーこれパッと見、まあ口元は確かにブレイドですが、あーまあ前面のあの、ね、目の周りのクリアパーツもないし、あんまりブレイド感、下半身これブレイド感ないもんね。え、わかんない、ブレイドって。だってさ、ウィザード、例えばウィザードを装着すると、ほらなんだかんだウィザード、あでもこれもウィザードっぽいのかウィザードっぽいのか、これ上半身ね。リボルブオンするともうほぼほぼウィザードってわかんないっていう。あーまあバックルによるかな。ガイムとかだと、あ、わかりやすいですね。ガイムらしいオレンジカラーと、胸のアーマーの鎧の部分のデザインが表現されてて、リボルブオンするとこんな感じで、オレンジとネイビーとゴールド。あとは、キバットバックルは、あ、これはすでにイラストが公開されてましたよね。これもなかなかキバっぽく見えて、個人的には割と好きな。レジェンドフォームかな。はい、リボルブオンするとこんな感じ。まあ下半身に行くとね、ほぼほぼどんなバックルもあんまりライダー感、レジェンド感出なくなっちゃうんだけど、あー V3 フォームとかもいいですね。結構 V3 ってわかるな。パターンアーマーとかのおかげかな。あと口元か、リボルブオン、あリボルブオンしても意外と V3 カラー残るね。あとはダブル、台風か。台風装着すると、肩アーマーがちょっとね、1号のイメージとは違うごつさが出ちゃうけど、マフラー部分のイラストと、ギーツのマフラーがちょうど位置合う感じなんですよね。まあ、こんな風に様々なものを入れ替えて遊ぶことができます。まあ、とりあえずフィーバーとかコマンドツインバックルがハマったことで、ツインセットでこのように初期パワーアップのバックルチェンジ遊びも、リボルブチェンジか、この辺はリボルブチェンジ遊びとかバックルチェンジ遊びをすることができます。フィーバーあれだね、フィーバー使うとちゃんとフィーバーって文字が出るのがいいね。フィーバーだけでちゃんと変身できないように、ここ変身ボタンがグレーになってるんですよね。すごい細かいな。でこっちにしかはまんないと。フィーバーからのフィーバーブスト、あいいね、フィーバーブストって感じで、また新たなバックルが追加されておりますので、このリンクは貼っておきますから遊んでみてください。以上レオンチャンネルでした。